ただいまより、第18回稲玉特米を忍ぶ会の、式年祭を開式いたします。開式に先立ちまして、会長の松尾さんよりご挨拶申し上げます。お願いいたします。ただいま司会の方からご案内がありましたように、本日は第18回になります、式年祭ということになります。稲玉徳兵衛さんの人徳を忍んで、後世に伝えていこうということで、この、伝承会が、18年前に始まりまして、それからずっと毎年このように式年祭を、この開拓の地で行わせていただいております。で、幸い本日も昨日までのお天気とは打って変わって、このようにお日様が出てまいりまして、木漏れ日の下でウグイスの声を聞きながら、また今日もこのように晴天の中で式年祭ができることを本当に嬉しく思っております。これも徳兵衛さんがきっと皆さんを大歓迎してくださっている、そんな思いがなんか伝わってくるような気がいたします。徳兵衛さんの功績は皆さんもすでにご存知だと思いますけれども、本当に榊町の食料危機を救って、住民の皆さんの生活を安定させるというような一途な情熱を生涯傾けて、本当に頑張ってこの、榊町のちょうど真ん中を流れている千曲川の右の方のこの一帯を、川岸からこの山の上に至るまでみんなの手を一堂に集めて、そして本当に手作業一つで、機械なんかない時代に手作業一つでみんなでここまで開墾をされて、その恩恵を今私たちは被っております。本当に美味しいおりんごをいただいたり、もう宝石のようなぶどうをいただいたり、毎日いただくご飯のお米を美味しくいただいたりというふうにしているのは、これはみんな徳兵衛さんの本当に身命かけた情熱を傾けてやってくださったお仕事ではなかったかと思います。時には本当にこれを忘れてはならないなと、はい、榊の本当に大事なこんな功績を残してくださった方を、我々は忘れることなく、みんなで、1年に1回でもこうやってお祭りをしながら忍んで、ご恩を忘れないで感謝の気持ちをお伝えしていけるようにしていきたいなと思います。本当にこのように18回やってまいりましたけれども、一度も雨で中止になったってことは一度もありません。私が知っている限り、いつも前の日までは天気が崩れていても、当日になりますとこういうふうに晴天になってまいります。これはやっぱり徳兵衛さんは今も生き続けてくださっていて、本当に皆さんと共にこうやって対面して、皆さんと共にね、喜び合えるというようなこの日を、徳兵衛さんは本当に楽しみに待っててくださるんじゃないかと思います。今日は宮司さんにまた御霊をお迎えしていただきますけれども、きっと徳兵衛さんは喜んで皆さんの前にお顔を見せてくださると思います。そんなことでいいひとときを徳兵衛さんと共に過ごしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日は大勢の皆さんにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それで来年になりますが、来年は徳兵衛さんがお生まれになったのは
1882年3月10日という日が徳兵衛さんのお生まれになった日ですが、それから計算しますと来年は2022年になりますので、ちょうど200年になります。はい、でお亡くなりになったのが50歳でいらっしゃいましたので、1872年に、5月20日にお亡くなりになっておりますので、それから計算しますと来年の2022年はちょうど亡くなられて150年という節目の年になります。はい、生誕200年、そして没後150年というような節目の年になるかと思いますので、来年はきっとこの新型コロナの収束もできて、大勢の皆さんで、徳兵衛さんの上りを立てて、大勢の皆さんと、はい、一堂に会して賑やかにねお祭りができるんじゃないかと楽しみにしております。まあそんなことで1年後また大勢の皆さんにここへお集まりいただくことをお願いしまして、ご挨拶に返させていただきます。本当に今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは、ただいまより、式年祭を挙行いたします。主罰
くりはお伺いいたします。ちょっとお帽子の方、帽子を取っていただけますか。それではお笑いいたします。ご提供でございます。お直りください。宮司いっぱい。それではご一緒に一度お願いします。更新先生
のりと創業。Thank you.
浜口拝礼、会長、松尾様、お願いいたします。
じゃあ皆さんも松尾先生と一緒に入礼二拍手しているので。です。
昇進。それではご一緒に一礼をお願いします。はい。以上をもちまして稲玉徳永王の記念祭を終了いたします。なお、コロナ禍予防のため、なおらえはなしといたします。以上です。ご苦労様でした。